はい、こんにちは。パーカッション高見です。ゼロから始めるパーカッションジャンベ編。この動画シリーズではこのジャンベという楽器について1からいやゼロから解説していく初心者の方に大変優しいレッスン動画となっております。前回までの動画でジャンベの基本的な叩き方、そしてリズムパターンもやりました。前回やったのはアフロビートというパターンね。こんなパターン、はい、これについて解説してますので、まだ見てないよという方は概要欄からご覧くださいということですね。今回も新しいリズムを1つ覚えて叩けるようになりましょうというレッスンでございます。はい、今回やるのはマクルというリズム。はい、このマクルというのはね、西アフリカでは男女の駆け引き、誘惑のリズムらしいんですけれども、このマクルというねリズムがとってもジャンベで叩きやすい、そしてリズム乗りやすいリズムなので、ぜひこれ習得しておくといいかなと思います。こんなリズムです。聞いてみてください。1、2、3、4。はい、いかがでしょうか。これ前回のねアフロビートに比べたらかなり分かりやすい、そして乗りやすいリズムなのではないかなと思います。はい、それもそのはず、これ片手でねずっとドッ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 ってこう一定のベースをキープするようなリズムパターンでございまして、これ今で言うね四つ打ちっていうやつじゃないですか。1、2、3、4、こういうのよくありますよね。騒がしい日々にララ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 みたいな、まあ、これダンスミュージックのね基本のリズムと言っていいかもしれない。まあロックポップスでも使われますけれども、でこのねマクルのリズム自体、これこのままシンセサイザーの打ち込みにしてタタ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 タってやったらもう EDM エレクトロミュージックになりますから、まあそのルーツに当たるようなリズムっていうことですね。まあこれ余談ですけれども、今のダンスミュージックってね、そもそも黒人さんから来てますから。で、黒人さんどっから来たのって言ったらね、アフリカから来てるわけなんで、単にこれ元をたどってきただけっていう話になります。はい。で、今回あるこのマクルっていうのは、ジャンベ1台、1人で叩いて完結するリズムなので、自分1人で叩いても結構楽しいっていうかね、上がります。で、アンサンブルで叩いてももちろん OK です。例えば太鼓の友達をもう1人連れてきて、1人がこのマクルを叩いてもう一人はソロを取ってもらうとかね、やっても楽しいですし、もちろんバンドの中とかセッションの中で叩いても結構ハマると思います。特にまあダンス系の音楽、四つ打ちの音楽にはバッチリハマるかなとようなパターンになりますので、おいいじゃんと思った方はね、ぜひマスター習得していただければと思います。はい、では叩き方を解説する前に、まず口で歌えるようになりましょう。これ前回もやりましたけれども、こう口で歌うっていうのがね一番大事、最優先事項でございますので、これ必ずできるようになりましょう。こんな感じで歌います。ドトトカドトトカドトトトカドトトカ、はい、こんな感じですね。できればこう一緒に手拍子をしながら合わせて歌っていただければと思います。せーの、ドトトトカトトトトカトトトカトトトトカトトトカトトトトカトトトカト、はい、これが口で歌えるようにやってみてください。ゆっくり歌うとトトトトカトトトカトトトトカトトトカになりますし、早く歌うとトトトトカカトトトカトトトカになります。はい、では実際に楽器で叩いてみましょう。今手元に楽器がない方は膝の上などを叩いてイメージトレーニングしてみてください。今口で歌ったトトトトカトトトカっていうのを落とし込みます。でドは当然ベース、でトはオープン、でカはスラップですね。手順は、まあ、多くの場合右利きの人はですね、右手でド毎回ベースを叩くのが叩きやすいかなと思いますけれども、好きな手順、叩きやすい手順で大丈夫です。今回僕は右手でベースを叩きます。トトトトカトトトカトトトトカトトトカ、こんな感じになります。まず一番最初ドトトですね。ドトト
右手でベース、左手でオープンオープン、ドドドです。次ドカです。ドカなんでベーススラップですね。ドカ、右手でベース、左手でスラップですね。次ドトですね。ドットなんでベースオープン、右左です。で最後もドカなんでドカ、ベーススラップですね。続けてやるとドドドドカ、ドドドカ、ドドドドカ、ドドドカ。はい、いかがでしょうか。結構ね、馴染みやすいリズムなので、そこまで難しくはないかなと思います。もう一回ゆっくりやってみますので、合わせて叩いてみてください。ドドドドカ、ドドドカ、ドドドドカ、ドド、せーの、ドドドドカ、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 ドドドドカ、ドドドカ、ドドドカ、ドドドカ。はい、いかがでしょうか。できましたでしょうか。これができましたら、あとは各自ですね、だんだんと叩ける速さ、テンポを速くしていく。で、最終的にはですね、これぐらいで叩けるとめちゃくちゃ気持ちいいかなと思います。で、逆に思いっきりね、テンポを下げて、ちょっと気だるい感じっていうか、バウンスするようなリズムで、まあ、こんな感じで叩くと、レゲエとかサーフミュージックみたいな音楽にも合わせることができますので、ぜひやってみてください。で、さらにね、マニアックに楽しみたいぞという方は、前回やったアフロビートとこうリズムチェンジ、リズムを変えてみるっていうね、練習をするといいかなと思います。どういうことかというと、何回かこのマクルを叩いて、前回やったアフロビートにチェンジする、リズムを変えて、またマクルに戻ってくるみたいなね、やり方です。はい、これかなり難しいっていうかね、やりごたえありますので、挑戦したい方はぜひやってみてください。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションとパーカッションを愛する人の未来のために毎日情報を発信しています。他にも動画がたくさんありますので、概要欄再生リストからぜひご覧になってください。毎週日曜日は YouTube ライブを使ってパーカッションワークショップもやってますので、ぜひチャンネル登録して参加していただければと思います。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。